はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。今日は前回に引き続き C メジャースケールを使って少し突っ込んだところまでご説明したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では、行ってみましょう。はい、では前回も少しお話しした、ダイアトニックコード。C メジャースケール上にできる C メジャーのダイアトニックコードって何のことなのか、初心者には全然わかんないことですよね。これを少し説明しておきます。C メジャースケール、ドレミファソラシドなんですけども、これ英語で言うと C、D、E、F、G、A、B、C。ドレミファソラシドはちなみにイタリア語です。で、この C、D、E、F、G、A、B、C を一つ飛ばしにですね、上に重ねていく。今、表を出していると思うんですが、そちらのように、一つ飛ばしに、C。で、一個飛んで E。で、さらに一個飛んで G。という風に重ねていく。で、一個目のことをルート、1度。って言ったりして、二つ目のことを3度の音と言います。で、三つ目の音を、5度。と言ったりします。こういうふうに C メジャースケールだけを重ねていくと、コードが出来上がっていくんですね。そのコードのことをダイアトニックコードと言います。で、今表に表しているのは3和音と言って3つ重ねた状態です。で、4つ重ねた4和音というのもあるんですが、とりあえずはですね、わかりやすい3和音から覚えていただくといいかなと思います。で、この3和音ですね、弾いてみましょうか。ね、ドレミファソラシド、ドレミファソラシドの響きを、持ったコードということになりますので、弾いてみてください。ちなみに4和音だとこんな響きになります。4和音に関してはまた次回、説明したいと思うんですけれども、こんな感じですね。で、こちらの表の、下の方に書いてあるように、ルートから3度の距離が、2000音だと、メジャーコードになりますよ。で、2000音っていうのは、ルートから見たときに4フレットですね。なんですが、ここだとコードを抑えられなくなりますので、同じ音があるこちらの音ですね。この音が同じ音になります。C で言うと、5弦の7フレットの音と4弦の2フレットの音。これが同じ音になりますので、こちらで見てあげると、この状態ですね。これが、メジャーコードの3度の関係になります。また後で説明しますが、で、これがマイナーコードだと、ルートから1.5 音ですね。フレット数で言うと3つ分です。なので、こちら。で、これも同じ音を、4弦で探すと、ここになります。ですので、ルートから見て、この関係っていうのが、マイナーコードの条件になりますね。で、3度が、メジャーかマイナーかを決定する状態になりますので、そこのところをよく覚えておくといいと思います。度数というのは、ドレミファソラシドをそれぞれ順番に1度、2度、3度というふうに言ったりします。つまり、最初の度ですね。これが1度。で、次のレが2度。3番目のミが3度。4番目のファが
4度。で、ソが5度。ラが6度。シが7度。で、1オクターブ上のドが8度と言ったり、まあ1度に戻ると思ってもいいですね。これをそれぞれ度数で言う言い方があります。これが覚えておくと、いろんなスケール弾くときも楽ですし、コードを考えるときにも、これが影響してきますので、ぜひですね、度数での言い方に慣れてみてください。で、度数の位置なんですけれども、このギターの指板上のポジションで覚えるといいですね。3度は必ずルートに対してこの位置にあります。これが3度の響きになります。で、5度の位置。ルートに対してこの位置ですね。これが5度になります。いわゆるパワーコードですね。これを別の言い方をすると5度コードと言ったりします。で、メジャーの6度がこの状態、この位置ですね。ルートに対して2つ下の弦の、2フレット、1フレット下のところですね。ここにあります。これが6度の響きになります。で、7度はオクターブ上のルートの半音下ですね。ここに7度があります。で、ちょうどですね、1つ弦を飛ばした2フレット上、ここに1オクターブ上の同じ音があります。こういうふうにですね、指板の位置で覚えてあげるとより効率がいいかと思います。で、表の方には書いてないんですが、これがマイナーコードになったり、マイナーの関係ですね、になったりすると、3度が半音下がって、この位置から1個下がって、この状態ですね。これをフラットサードと言ったり、マイナーの単3度、サードと言ったりします。一気に不安なこう暗い響きになりますよね。で、5度が半音下がった状態、つまりこの位置関係が半音下がるので、ここですね、この状態をフラットフィフスの関係と言います。はい、これもすごい不安な感じになりますよね。で、メジャーのセブンス、普通のセブンスと言いますか、7度ですね。これが半音下がったのがフラットセブンスと言います。ここの位置になりますね。C で言うと3弦の3フレット。で、これが、フラットセブンスとルートの関係。こういう響きになります。で、前回の冒頭に弾いた、動画ですね。のコード進行がこちらの方の表になります。こっちですね。これがですね、あいみょんのマリーゴールドの、A メロのコード進行と同じになってます。で、こちらは、ルートだけね、実際の曲とは違うんですけれども、C のダイアトニックコード。と呼ばれるものだけで出来上がってます。で、各コードの構成音も載せてますので、コードを作ってる音ですね、構成音というのは。これはコードに対して一番安定した響きを出します。ですので、メロディーを作ったりするときに、構成音で作ってあげると非常に、安定した響きを得られます。ただそれだけでは面白くないので、もちろんそれ以外の音もうまく使ってあげて、メロディーが、
円滑に流れるように作ったりするんですけれども、基本はこの構成音というものが大事になってきます。で、この構成音がそれぞれよく見るとすべてドレミファソラシドの中の音になっているということですね。それでコードができているので、ドレミファソラシドだけでできるコードというものをダイアトニックコードというわけですね。で、このコード進行を少し弾いてみましょうか。ではちょっとこのコード進行を弾いてみますね。で、下に、説明書きで、アボイドノートについて少し書いているんですけれども、コードを作っている音の半音上ですね。1フレット上ってことです。の音は、音的にぶつかってしまうので、コードの作る音、コードを作る音としては使えないということですね。あと、3000音上。フレット数で言うと、6フレット上ですかね。の音程ですね。は、同じくぶつかってしまうので、コードを作る音としては使わない方がいいということですね。で、例えばですね、ファを鳴らしながら、ミを同時に鳴らしてみますね。そうすると、こういう感じの響きになります。はい。非常にこう気持ち悪い感じの響きになりますよね。こういうふうに同じ、同時に鳴らしてしまうと気持ち悪い音っていうのがあります。このことをアボイドノートというんですけれども、ただですね、メロディーとして短い、フレーズで使う分には問題ありませんので、アボイドノートをそんなに恐れる必要はないと思います。で、もう一つコード進行を例に挙げて、ご説明すると、今日の動画の冒頭で弾いたのが、このような、このような、コード進行になるんですけれども、こちらがですね、スピッツの空も飛べるはずの A メロのコード進行になります。それと同じコード進行で作ってみました。一回弾いてみますね。はい。こんな感じになるんですけれども、こちら、一箇所だけですね、ダイアトニックコードでないコードが含まれています。それが、後ろから2小節目の、D7 のコードですね。D7 の方は F シャープの音が入りますので、ドレミファソラシドからは外れる音ですね。ですので、メロディーを考えるときなんかに、ここを意図的に F シャープを入れてあげることで、コード感がしっかり出るんですが、実際ですね、スピッツさんの、空も飛べるはずではここは F シャープは使っていません。ただ、コードの流れを、コードアレンジですね、の作り方として、ここは、一時的にですね、G に転調したということで、G に向かうコード進行ということで、D7。を使ってます。これを、セカンダリードミナントと言います。これはね、G を1として見るんですね。本来の1は C なんですけれども、一時的にそこの G を1として見て、そこに、行きたくなるコードっていうのが、G から見た5番目のセブンスコードというふうになりますので、ここで G7 を使うという。で、このことをセカンダリードミナントという。まあ、呼び方はね、後からおいおい覚えればいいと思いますが、こういうことがよく、コード進行のアレンジとして使われてますので、少しね、頭の片隅でも置いとくといいかなと思います。で、これを数字ですね、度数。
で置き換えたものをディグリーネームと言います。でよくローマ数字なんかで書くんですが、1度メジャー、2度マイナーで5度メジャーで、6度マイナーで4度1度で、2度セブンで5度で最後、1に解決するみたいなコード進行になってますね。こういうディグリーネームという言い方なんかも、少しずつ覚えていくとコード進行を理解する上で非常に役立つと思いますので、ぜひ覚えてみてください。